か。貝むきでもいいんですが、こちらの方が僕は好きです。ほぼです。こう持ちやすくて、こうここが細くて、結構中まで細かい作業ができるんで、こっちの方やってます。はい、いただきます。これです。はい、まあ、どちらからでも構いません。こう隙間の方に入れていきます。こういう感じでこうね、貝見るがいい。中の方から水分が出てくるので、下にバットなんかを引くといいです。これで引きます。こちらも鳥貝と同じく殻が柔らかいので、丁寧に切りにくいと使ってください。こういう感じです。下からこういう感じで引っ張ります。はい、剥いたやつがこんな感じです。はい、こちら殻になります。でもう一度剥きます。からね、これどちらからでも構いません。この隙間からこう入れてください。で、2枚貝、こちらの方に貝柱がついています。こちらの方を外すと開きます。こういう感じです。こういう感じです。はい、こちらも同じくこっちとここを切れます。こういう感じです。こういう感じです。はい、終わりますね。はい、こういう感じです。はい、こういう感じになります。でね、ここミルガイ、ミルガイのここ、ここの部分を食べられません。なので手でこう取っちゃってください。こういう感じで玉がついてます。結構水分出ます。こちら使いません。この部分だけです。使うのはスイカの部分だけですね。もう一度いきます。こちらここの部分、ここです。手で小指で差し込めばこう取れます。くるっと取ってください。はい、こういう感じになります。はい、こちらの部分は使いません。こちらは捨てます。こちらは取っときます。ですね。はい、これはしてます。ガス水分取ります。でね、入れます。はい、次はこのボウルに氷水を準備します。はい、こちら先ほど準備した氷水です。溶きます。このね、ミルガイはそのまま使えません。この薄いこちらのこの皮みたいなのがあるので、これを熱いお湯の中にくぐらせてこう剥きます。こうね、こういう感じで剥きますね。どうだろう。はい、こういう沸騰してきました。ちょっとまだ早いです。まだ早いですね。完全沸騰するまでちょっと待ってくださいね。沸騰したらそこに塩を入れます。沸点を上げるためです。それは忘れないでくださいね。先に塩を入れてこう沸騰させるとダメです。沸騰させてから塩を入れます。それが沸点を上げるコツです。それではいいかな。そろそろ、このぐらいです。このぐらいまで来たら塩入れます。はい、で、ミルガイを入れます。で、表面が白くなってきます。そしたらすぐに上げてください。で、氷水です。これにつけます。ですか、もう一度いきます。もう一度いきます。ミルガイですね、こういう状態です。入れます。
ますか。表面が白くなってきます。表面白くなってきます。表面が白くなってきたら開けてください。こういう風につけます。はい、ここまでは大丈夫ですか。はい、ここからです。水管の口の方からここを引っ張ると抜けていきます。こういう感じです。こういう感じで取れます。綺麗に剥けます。もう一度きます。水管の口の方からこちらからこういう感じで引っ張ります。こういう感じできれいに取れます。はい、こういう感じになります。はい、これになります。はい、こちらは貝類が必ず水で洗いしてくださいね。殺菌作用にもなりますので氷水で必ず洗います。はい、こちらの皮の部分こちら使いません。捨てます。はい、ここからです。またはい、使用するのは出刃包丁です。こちらミル貝、まな板に置きます。こういう形になっています。こういう形です。この部分から包丁を真ん中に入れます。いきます。入れますね。入れます。はい、開きます。きれいに開きます。こういう形になります。これをきれいに掃除していきます。ここの黒い部分、この黒い部分をこう包丁の先などでこうやってきれいに落としていきます。落としていきます。で、この部分、この部分ですね、この部分、この部分も落としていきます。きれいにしていきます。こういう感じです。落としていきます。こういう感じにできます。わかりますか。こういう感じです。こういう調理がですか。もう一度いきますね。もう一度お見せします。これはちょっと大きいから分かりやすいかな。こういう感じになってます。皮を剥いた状態です。こちらがこう、こういう感じについてますね。ついてました。こういう感じです。これですね。ここをこれを上にしてここの部分、この真ん中の部分を切っていきます。ですか。こういう感じです。開きますね。さあ、でひっくり返します。で、こういった取れなかったものこちらをきれいにしていきます。はい、まずスイカの方、ここの黒い部分こちらを包丁の先でこうやってそぎ落とします。切ります。で、ここの部分落としてきれいに形を整えます。主にね、ミル貝はお刺身とかね、お寿司にするんですけど、こちら天ぷらにしても美味しいです。結構うまいです。はい、こういう感じになります。はい、もう氷水使えないからね。つけます。はい、ちょっとまな板も洗います。はい、こういう感じになりました。はい、これがさばいた後です。こういう感じです。さて、今日はこれを盛り付けていこうと思います。それではいきます。はい、こちらからちょっと大きく使おうか。今日はこのミル貝使ってお寿司とお作りを同時に一緒に盛ってみたいと思います。それではいきます。こちらは今日この僕が作るこのお作りは撮影用なので綺麗には作りませんが、各店舗で自分の好きなようにオリジナリティを出して盛り付けしてください。ではいきます。こちら海水晶です。天狗サネにあります。こちらを入れます。ローバです。そのまま敷きます。
まずはじめに僕はこことします。ここ横をこういう感じで薄く切っていきます。これ半分にします。ひっくり返してね、半分にします。でここもこう削ぎ切りします。削ぎ切りします。で切ります。少しこう隠し飾り包丁っていうのかな、こういう感じにします。わかりますか。もう一度削ぎ切りします。切ります。隠し包丁入れました。いきます。叩くとこういうふうにピーンってなります。削ぎ切りします。この辺をこう隠し包丁します。隠し包丁ねえか、飾り包丁します。叩きます。動きます。はい、こういう感じになります。もう一度削ぎ切りします。飾り包丁します。まな板叩きます。ちょっと見えますか。もう一度いきます。切ります。削ぎ切りします。薄く削ぎ切りします。まな板に叩きつけます。置きます。こういう感じです。はい、こういう感じでできました。はい、盛り付けます。はい、次はこの部分にお寿司をちょっと置こうかと思ってます。いきます。こちらも一緒です。同じく薄くお寿司のこの手のひらサイズになるように薄く削ぎ切りします。こういう感じです。はい、こちらも一度薄く削ぎ切りします。でね、ビル貝やはり鮮度がいいのでこうやってくるって曲がります。ちょっと握りづらいですが、もうこういう感じで握っていきます。このままで握っていきます。飾り包丁と隠し包丁をやっても構いません。こちらはもう好きにやってください。僕はこういう感じこう曲がらないようにこういう風に入れてます。はい、では握っていきます。出ますね。いきます。はい、車両を取ってもう形を作ってます。わさびをもうちょっと上からこういう感じ、ね、で置きます。なじませます。ひっくり返します。横を締めます。こういう感じです。以上です。見えますか。こういう感じで置きましょう。もう一度置きます。こう持ちます。シャリアも形を取ってます。作ってます。こういう感じです。こういう感じです。わさびをつけます。立てます。軽く中ずらしてます。ひっくり返します。横締めます。以上です。こういう感じになります。はい、出来上がりです。では